ゼルダは、うん、ぜひ皆さんやってもらいたい。そうですね、他社の言動からやる。あれは吐きそう。あれはね、本当に、ね、よくこんなん作るなって。吐きそう、本当に。もうね、これやったらこういうめんどくさいことが起こるみたいな、もうすぐ分かりますもん。あいに想像できるぐらいなものを全部やっちゃってるんで、なんてことしてくれんだみたいな。そう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 、こっちからするとぜひまだやってない方は、やっぱあれですか、開発者の方が、うん、そのよそ様のゲームを触ってしまうと、そっちの感覚の方が先に来ます。面白いとか楽しいとか以前に、職業病だからな。あのそうですね、あの単純に、あの本当にこの言葉の変な話でよく出てますけど、はい、こんな面倒くさいこととか、まあ、あとこれチェックめっちゃ大変やろとか、そうそうそう、まあ、あの思います、むっちゃ思いますね。先に出ますよね、はい、まずで、ま、その後ハマってしまい、なるほど、なるほど、後でさらにズーンってなるっていう、うん、しかも面白いみたいな、うん、面白いっつってハマり始めると一旦忘れるんだけど、不意に我に返るんだよね、この、そうそうそう、うわまたこんなところでこんなお世話って、ふざけんなこのボスなんだよみたいな。ベヨネッタ見た時もそうだったんですよね、うん、俺こんな面倒くさいことしてもう本当に何なんだろうって。あのゲーム業界で面倒くさいことっていうのは褒め言葉、ね、はい、褒め言葉、はい、完全にそう、どうやってんだろうこんな面倒くさいこと、うん、いや面倒くさいって本当によくな、よくできてるというか、はいはい、うん、リアクションが多いゲームって面倒くさいです、作るの当然、うんうん、多方向からで、すごいいろんなところに絡み合っていくんで、うん、あのそこの絡み合うところも全部あの計算して作っていかないと、あの作れないんで、はい、なので面倒くさいという言葉が出てきちゃうんですよね。そう、せっかくゼルダをもうちょっと宣伝しておきましょうか。そうですね、ゼルダも絶対やった方がいいですから、絶対やってください。俺去年1年ゼルダ言い続けたんで、14ブラ結構ゼルダやってくれたんで、なんでやってくれたっておかしい。そうですね、すっかり広告塔の気分ですね。いや本当に本当にブレスオブザワイルドは本当に、はい、絶対やった方がいいです、これ間違いないです、うん、はい。